伊勢電気鉄道501系電気機関車、伊勢電気鉄道501型電気機関車は、伊勢電気鉄道が自社線の貨物列車券引用として製造、保有した電気機関車の位置形式、同社初の電気機関車でもある。1926年12月26日に全線の電化工事を完成し、 旅客車については新造の電車8両を導入した伊勢鉄道改め伊勢電気鉄道であったが、その一方で貨物列車については電化直前の時点で8両が在籍した蒸気機関車のうち1両を1926年11月22日認可で茅谷鉄道へ譲渡したものの、残る7両をそのまま併用、協梁の同化重変更認可を得て従来入線不能であった。 鉄道商標準の15トン級有害貨車の直通運転認可を得、さらに既存客車の改造や心臓により、貨車数を増やして、伊勢湾の産品である鮮魚の輸送などの貨物需要に対応する体制としていった。もっとも、旅客輸送が経済的な電車運転に切り替わった状態で、貨物輸送を蒸気機関車に依存し続けるのは不経済であり、 貨物列車についても順次電気動力へ切り替えられることとなった。そこで、1927年10月24日、設計認可、同年11月8日竣工として、以下の2両の26トン急突型電気機関車が、神戸の川崎造船所兵庫工場にて製作された。5 0 1系5 0 1 5 0になお、川崎造船所での製造番号は26.27で、 売り上げ時期は1927年12月、帳簿上の納入先は伊勢鉄道となっている。平面だけで構成された前後のボンネットと中央の乗務員室よりなる特徴的な形状のリベット組み立て構成突型車体を備える。 車体長 8522mm、車体幅 2732mm、最大高 4116mm、自長26.5トンのコンパクトな車体で、乗務員室はつまめんが切り妻まで、それぞれの髪型巻いた部分に通風機を設置し、ひさし状に前後に伸ばされた屋根板直下、それらの通風機の間に全消灯を設置した2枚、窓構成、側面は、 左右非対称で側窓と乗務員扉を設けている。前後のボンネット側面にはそれぞれ観音開きの点検扉を片側面につき2箇所ずつ設置し、そのうち車端寄りの各一組の下部に抵抗器冷却用の鎧戸を設けている。また、ボンネット上の周囲にはボンネットのほぼ全長にわたる長い手すりが設けられており、ボンネットの幅は乗務員室よりも狭くなっている。 直流 1500V の河川電圧をドロップ抵抗で直流 100V に高圧して制御電源とするウェスティングハウスエレクトリック車系の簡素な HL 電磁空気単位スイッチ式非自動加速制御機を搭載する。なお、このシステムの関係で本形式には電動発電機は搭載されていない。端子電圧十ボルト時一時間定格出力キロワット。 定格回転数 698rpm の直流直巻性粒子電動機である川崎造船所、K7 から 803A を拡大車に2機ずつ、K4 機、吊り掛け式で走過する。波数比は18,75イコール4.17で、定格圏引力は 3200kg、定格速度は時速 27.3km である。 膨大は靴あい両式の二軸ボギー台車を装着する。同輪径は 866mm である。ウェスティングハウスエアブレーキ車が開発した日本エアーブレーキ製の AAMF 元空気ダメ間式非常直通自動空気ブレーキを搭載する。また、このシステムに空気圧を供給するコンプレッサーは川崎造船所 D-3F を搭載する。 終電装置として、乗務員室の屋根上に、川崎造船所 c シ c 枠パンタグラフを一機、搭載する。竣工後、伊勢電気鉄道船の貨物の主力機として運用が、開始された。もっとも、1929年1月30日の、四日市桑名間館開業に備え、より強力かつ本格的な本線用電気機関車で、ある511型が収益した、結果、 本形式は二千0の扱いとなり、以後は入れ替えや合併により編入された養老線などで使用された。その間、所属会社の変更に伴い、関西急行鉄道が発足した九百四十一年三月十五日付で、以下の通り改板が実施された。五百一系五百一点5零二で一型で一で二千九百五十九年の名古屋船改め期の際には、当初、 二両とも狂気のままとされたが、1960年に、デニが自社工場で改め機工事を施行され、1435mm 機関用に改造された。その後、1967年には、デイ1について、自社塩浜工場で連結機、車軸、それにブレーキシステムの更新工事が実施されている。もっとも小型小出力であったことから、 末期はほとんど使用されていなかったという。養老船所属のデイチは1971年11月に、名古屋船所属のデニは1975年9月に、それぞれ除籍され、デイチについてはそのまま解体されたが、塩浜工場の入れ替え者となっていた、デニについては相当型療用連結器に交換され、除籍後も、 同工場で1983年6月まで、校内入れ会社としてそのまま使用された後、老朽化により解体処分され、二両とも現存しない。山形交通高畑線 ED1 東京、急行電鉄的3021川崎造船所から1928年に、分社した川崎車両では、本形式と同系の突型電気機関車を製作し、以下の2社へ納入している。 高畑鉄道機1系、機1929年春行、同年8月売り上げ、版番32、東京横浜電鉄で機 1K で機11929年11月、春行、1930年3月売り上げ、版番31。これらは本形式の車体設計を基本としつつ、ボンネット部を乗務員室と同幅とし、 ボンネット上部の手すりを取り払った形状の車体を備えるが、前車は地方の消費鉄向け、後車は貨物需要の少ない都市近郊の電気鉄道向け、ということで次長は、高畑鉄道機1が23トン、東京横浜電鉄で一1が20トンといずれも、本形式より軽量となっており、主電動機をはじめとする搭載機器も、各車の状況を反映して相違する。なお、 これらに形式はいずれも保存されており、現存する。ありがとうございます。